はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル、12月8日水曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしてきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードル。最後に新興国通貨のメキシコペソ円、南アフリカランド円、 トルコリラエンの順番で解説をしてますので、よろしければ最後までご視聴ください。昨日から今日にかけての為替相場は、えー、5ドルの方はね、順調に上昇トレンドを描くものの、ベ、えー米ドルやポンドといったところは移動平均線を下回ってレジスタンス、そしてユーロの方もね、えー、5ドルに釣られて上げる場面があったんですが、 今は移動平均線24に接近、そして128円の攻防ということで、株式相場は大きく上がっているものの、為替相場は円安にはなっていないというような状況でございます。それではね、まずは全体の相場感ということで上げております株式相場、こちらを振り返っていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。 平均は前日比プラス492ドル終値で3 5719ドルということで1.4%大幅な上昇そしてナスダックや S&P もかなり大きな上昇ということで先週下げた株式相場は徐々に回復してきているというところでございますそして本日の東京マーケットも上げております日経平均は前日比プラス405円 終値で28,860円ということでダウと同じく1.42%大幅な上昇で1日の取引を終えましたえただね為替相場は先ほどもお話した通り円安方向には進まずというところで DAO や日経平均といった株式相場は上がれど為替相場は反応せず そして、アメリカの長期金利の方も、そこまで大きな上昇はないというところでね、ドルの方は113.50あたりをうろうろしておりましたが、再度、欧州時間の初動では下方向、円高方向に進んでいるというような状況でございますので、それぞれね、各通貨の今後のトレードポイントをね、順番に解説をしていきたいと思います。それでは、まずは、クロス円の4ペア、4通貨、こちらはね、ドル円の方から見ていきたいと思いますので、チャートの方を大きくしていきましょう。 はい、えー、月曜日、火曜日とですね、えー、上昇トレンドと言いますか、えー、戻し相場でございました、えー。こちらの方はね、月曜日のところは先週安値付近からスタートしたんですが、まずは移動平均線24を上回り、その上側でね、えー、サポートを受ける中で、一旦は百は113.50、えー、こちらをね、えー、超えるようなところが、昨日は出てきたというところでございます。 ただね、113.75ぐらいですね、このところでダブルトップをつけてから、まあ、113.50あたりをうろうろしていたんですが、このね、欧州マーケットの初動で一気にね、また下げてくる、移動平均線の下側で要線陰線が出たということで、少しばかりね、このあたりはダブルトップのネックラインを割れてしまったというところでね、 まあ、下方向に落ちている。今後、サポートが入ったとしても、戻り売りというターンになろうかと思います。そうなればね、移動平均線、今はね、平均足大きく下がっておりますので、移動平均線も、まあ、このような形でね、上に被せてきますので、この移動平均線を上回ることなくね、反発が弱くて、要線から陰線が出てきたところでは、しっかりとショートを取っていく。 まあこれを基本路線にしていただければと思いますし、まあ昨日のところでね、移動平均線でサポート、陰線陽線が入ったんですが、まあ高値抜けたところでね、上髭というところで、まあこのあたりね、ここの高値を明確に抜けることができなかった。そしてダブルトップからのネックライン割れということでございますんで、113.50。このネックラインも今後はね、強力なレジスタンスになろうかというところでございますんで、移動平均線24と113.50。この下側で反発が入って も戻りが弱くて移動平均線及び113.50の下側で要線陰線が出ればこれはショートを狙っていくこのような形を第一のポイントとして見ていただくというところでございましてロングを組む場合に関しては可能性は低くなりましたが113.50を上回ってからのサポートが入らなければ難しいという形でございますのでまずはこちら下側113.50の下側で要線陰線でショート戻りが弱ければ 上から叩くというところを、ね、第一に考えていただければと思いますので皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。はい、以上で、ね、ドル円相場の解説を終わりまして続いてユーロ円の解説に入っていきましょう。はい、ユーロ円の方は、ね、比較的ドル円やポンド円に比べて強い動きが出ておりまして 今日のところもね、移動平均線24を上回るという場面が、えー、ここね、全場のところ、東京マーケットのところではございましたが、 ただ、欧州時間の初動ですね。まあ、昨日も欧州時間ね、大きく東京マーケットで上げた部分から、まあ、全戻しというかね、逆に下げてしまったというところがありますが、今日も同じようにね、東京マーケットから欧州マーケットの初動で、同じようにこの V 字でね、切り返しているということで、今は移動平均線と128円を大きく下回ってきたというところからですね、戻り売りのターンに切り替わってきたというところでございます。 128円の上がでね、サポートが入れば、まだね、チャンスはあったんですが、一旦割り込んでしまえば、戻りが弱ければ、こちらは上から叩くという形でございますんで、しっかりと128円の下側で反発が入ってね、しまっても、要線陰線でレジスタンスを食らった場合は、やはりショートを取っていく。移動平均線の方はね、まあこれからもちょっと下げてくるような形になってきております。 この上がね、サポートが入ればというところでございましたが、ここ、しっかりとレジスタンスを食らった場合は、ショートを取っていく。そして、15分足ベースで見ていただきましても、今ね、ストーンとね、割り込んできました。そして、今までのレジスタンスラインとサポートラインが入り混じっておりました、128円。ここをね、割り込んでしまったということであれば、15分足もね、参考にしながら、この128円の下側で陽線陰線ですね。 これが起きた時にはショートを狙っていく。まあ、そうこうしていますと、移動平均線が上からかぶせてくるという形になりますね、まあ、心強いレジスタンスということで、しっかりと戻りが弱ければ上から叩く。その目安としては、15分足の移動平均線24、128円というところも、ね、合わせて参考にしていただきながら、大枠は、ね、やっぱりこの1時間足の移動平均線の下側に、ね、位置しているということであれば、戻り売りを狙っていく。 そのような考え方でよろしいかと思います。そして127.75付近ではサポートが入る可能性があるというところでございますが、この127.75のサポートに関しては結構ね、割り込む場面がありましたのですぐね、そこで え、サポートが入ると考えるのは、え、早いかなと思いますんで、127.75。ここも十分に割り込むことを計算しながらですね、128円の下側での要線陰線で、え、しっかりショートを取っていく。え、このようなスタンスでよろしいかと思いますんで、参考にしていただければと思います。はい。え、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続いて、ポンド円の解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンドの方もね、米ドルと同じように、今日は移動平均線に頭を押さえられて、えー、とうとうね、150円の攻防まで、えー、下がってきたというところでございます。少しね、えー、上値が重い展開で、すでに移動平均線の方も、こちらはね、もう右下下がりで下がってきておりますので、 まあこういったところね、150円の切り板のところではサポートを受ける可能性はありますが、ただ、やはりね、ここも戻りが弱ければ、戻り売り上から叩くという形になりますんで、150円でね、サポートが入ったとしましても、下がってくる移動平均線24。こちらのね、下側で要線から陰線に切り替わったところでは、やはりショートを狙っていく。そして150円を割り込んだ場合には、149.75ですね。 過去にサポートラインが入っておりますが、まずはね、ここを目指す展開が、えーまあ、主流かなと。そして、この149.75を、ね、割り込んでしまったら、ストンと、ね、落ちる。まあ、過去は、ね、V 字回復をしておりますが、まあ、ここも149.75、ね、14サポート入っても、またね、戻りが弱ければ売りという形でね、まあ、追撃のサイン149.75、ここでサポートが入った後、150円を超えることなく、ね、要線陰線が出れば追撃のショートこのような考え方で、 ポンドの方はね、上から叩いていく方向。ロングを取るのであれば、150.50ですね。ここは明確にレジスタンスを食らってしまった。そして過去の出来高もね、高いところでございますので、可能性はかなり低くなりましたが、150.50を超えてからのサポートが入らないと、ロングは取れないという状況になってきましたので、まずは戻り売り。これを念頭に置いて、ポジションをお取りいただければと思いますので、参考にしてください。 はい、以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続いて5ドル円の解説に入っていきましょう。5、はいえー、ドル円ね、今週最も強いといいますか、まあ、カナダドルと並んで、えー、強い動きをしておりました。 これは政策金利の発表によりまして、今まで、ね、かなり低いハードル、2024年まで利上げはできないというところ、まあ、これを、ね、踏襲するような形でございますが、まあ、オミクロン株の影響等は、ね、そこまで大きくないというような発言もありまして、まあ、楽観的に、ね、今週に入って大きく上昇トレンドを継続していて、移動平均線24の上側で位置していたというところでございます。ただ、ね、今までは移動平均線タッチすることなく、ね、上がっていたんですが、 とうとうこの辺りで、今まだわかりませんが、一旦は移動平均線を割り込んでしまった。こうなりますと、過去ね、サポートを受けました81円。ここのところで、まあ、反発してもね、ダブルトップをつける可能性が高いという形でございますので、今までのね、ロング一辺倒というところよりも、移動平均線を1回下回った以上ですね。 反発しても前回の81円を上回ることができず、要線から陰線に切り替わったところであれば、ここでね、ダブルトップができてしまう。 まあ、猫耳ですね。えー、こういった形になりますので、まあ、ここでね、えー、ショートを取っていくか、もしくは、このネックラインが80.75付近にできますので、まあ、こういったところをね、割り込んでから80.50を目指す展開でショートを取っていく。まあ、このようなね、えー、ところを想定していただければと思いますので、今後も移動平均線はほぼ横ばいになってくるかなというところでございますので、まあ、このところね、えー、一貫一貫 一体上げたとしましても移動平均線を割り込むネックラインを割り込んでしまったところここの部分ですねここの部分でショートを取れるようなところもしくは逆差し値を置けるということであればですねしっかりとここの81円付近で陽線陰線 ここでもね、ショートを狙っていけるかなと思いますんで、これはね、勝率は下がるかもしれませんが、逆差し値で置ける方は、これね、81円付近までのところでショートを取っていく。そして、勝率をね、高めて、より確実にね、狙っていきたいという方は、ダブルトップが見えてからのネックライン割れ、80.75ですね。ここを割り込んでショートを取っていく。こういった考え方でよろしいかと思いますし、あとね、まあ、例外としましては、やはりロングを取る場合は81円。 ここを越えてからのサポートを受けた場合は、ロングがまた取れるかなと思いますのでね。これは可能性としては低くなりますが、こういったところも念頭に置いて、トレーダーというのはね、上に行った場合と下に行った場合、おのおのね、想像してトレードをねする準備をしておくというところがね大事になろうかと思いますが、現段階では下方向をね、準備しておいた方がよろしいかなと思いますので、参考にしていただければと思います。 はい。以上でね、5ドル円の解説、そしてクロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして、続きましてね、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。はい。こちらドルストレートは、ユーロドルは強め、5ドルベドルは弱めですね。 えー、あすいません、えー。ポンドドルは弱め。えー、そしてゴードルベイドルは、えー、か,かなり強めというところでございます。まずはね、ユーロドルから見ていきたいと思いますが、えー、こちらのところね、えー、昨日一旦1.1260ね、割り込んだんですが、そこから V 字回復というところで、まあ、意外にもね、ユーロが盛り返してきたなというところでございます。まあ、この斜めのトレンドラインでね、一回跳ね返されたところから、一気にね、このトレンドラインの加減まで行くで。その後ね、V 字回復 回復しましてこちらのトレンドラインをね上回ってきましたのでまあ意外な動きだなというところでございますがただロングを取るためには昨日もお話ししましたが1.13ですねえここのところを超えてこないとロングは本格的には難しいかなとトレンド変わるためには1.13の上側でのサポートがなければトレンドを変えることはできないかなと考えておりますまあこういう状況でねちょっと難しいところでありますが 一旦ね、ここの1.13の手前で、要線から陰線、まあ、前回と同じような形で、ね、切り替わっておりますので、この陰線が確定した場合はね、移動平均線の上側ではございますが、 再度ね、また下げる可能性がありますので、ちょっとね、この移動平均線と平均足の位置関係からいきますと、逆張りになってしまいますが、まあ、レンジ相場ということでね、1.13から1.1265、35ピプスぐらいでございますので、この小さな、ね、レンジを狙っていくんであれば、一旦ね、ここ、陰線が確定したら、ショートを取りつつ、ここの1.1265ですね、このあたり、まあ、20ピプスぐらいしかね取れない形になってしまいますが、まあ、ここを狙っていただく。まあ基本 基本的にはこのレンジソーバー避けていただいて先ほどもお話ししました1.13を上抜けてからのサポートでロングを取っていくかもしくはですねこちら下がって1.1265を下回って その下側で要線因線ができてからショート。そしてこの35ピプスの1.1265から1.13。ここのあたりは少しね、どういう方向性になるかわからないというところでございますの、ね、で、まあ、ポジションは取らないというところで選択肢をね、狭めて狙っていった方が、 よりね、確実に、え勝率を上げることができるかなと思いますので、しっかりとレンジブレイクしてからのサポート、レンジを下方向に下抜けてからのレジスタンス、これで、ロングとショートを検討いただければと考えておりますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。はい。以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続いて、ポンドドルの解説に入っていきましょう。 はい、ユーロドルに比べてね、ポンドドルの方は移動平均線が右下下がりで、再度ね、この超えていた移動平均線が、こちらね、超えていた平均足の方が移動平均線を下回ってきたということでね、弱気目線という形になっております。今後もね、サポートが入りましても、レジスタンスラインとして機能しやすいのが1.3250ですね。 ここの黄緑色のラインが少し強くなるかなと考えておりますので、しっかりとね、反発、今ね、下ひげがあって戻ってきておりますが、この1.3250、この下側でレジスタンスを食らった場合には、もう一度ね、ショートで攻めていけるかなと。そして、ロングに関しましては、1.3250を超えてからのサポートですね。これが出てからで間に合うと思いますので、今回、ポンドドルの目安としましては、こちらですね。 1.3250。1> 1. ここのところを中心に考えていただくのがよろしいかと考えております。ただね、大きなレンジで行きますと、下は1.32、上は1.33というね、この100ピプスのレンジがありますので、そこを抜けていくかどうかというのは今回はね、もちろん分かりかねる形でございますが、その中央値の1.3250。ここでのね、上側でサポートが入れば、ロングを取るようなエリアでよろしいかと思いますし、 逆に、この下側ですね。1.32から1.3250。ここのエリアは戻り売りを狙っていく。中央値の1.3250。ここを基準としまして、上側のサポートでロング。下側のレジスタンスでショート。このようなところでね、一本線を引いていただければ、非常にわかりやすい状況になるんじゃないかと思いますのでね。まあ、一見難しいのとそうなところでも、まあ、大きなレンジからの真ん中の上側でのサポート。下側でのレジスタンス。 これをね、参考にしていただきながら1.3250の上側か下側か、上側であれば押し目でロング、下側であればレジスタンスでショート。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。以上でねポンド円の、ポンドドルの解説を終わりまして、最後に5ドルベイドルの解説に入っていきましょう。 はい、えー、ゴードルベイドルですね。えー、こちらの方は綺麗な上昇トレンドを繰り広げておりまして、今週に入ってね、えー、先週末のこの0.70ですね、割り込んだところから大きくね、えー、上昇トレンドが出てきたというところ。月曜日のところではね、一旦フェイクということで移動平均線の下側で陽線陰線が出たんですが、えー、その後ね、えー、ここでまた、 上側に移動平均線の上側に顔を出した。その後はですね移動平均線の上側で陰線陽線、陰線陽線、これも陰線陽線ですね。このような形で上がってきた。そして今回ね、大きな下ひげでまた反発してきたということで、ちょっとね、これから崩れるかなと思ったんですけど、なんとか立て直してきたというのが今の5ドルベイドルの状況でございます。 えということでね、かなり今、ショーターの方が苦しんでいるかなというところでございまして、移動平均線割り込んだらね、戻り売りのターンでございましたが、これね、大幅な反発ということで、今後もね、移動平均線の方は、どうやら角度は弱くなれど、まだ右肩上がりが続くと思いますので、しっかりとこの移動平均線の上側で、こちら、陰線から陽線に切り替わるところがあれば、0.7150、このあたりぐらいまでは取れるんじゃないか。 とは言ってもね、もう0.7130ぐらいでございますんで、あまり大きく、えー、ロング方向でね、えー、取れるかといえば、少しこの0.7150を超えてきますと、レジスタンスが強くなるかなというところでございますんで、まあ、えっ、ー、と、この空中戦でね、えー、まあ、ある程度、 勝負する必要はないかなと考えておりますので、まあ、ロングね、少しばかり、10から20ピプス取っていくためには、このね、0.7130ぐらいで要線に切り替わったら、ロングを取る。そして、ショートを取るためには、これはですね、可能性としては低い形になってしまいましたが、0.71。ここを割り込むような下落があってから、レジスタンスを受けて、ショートですね。 こういったパターンでよろしいかと思いますので、この移動平均線割り込んだとしても、まだ動かずに0.71を割り込んでからのレジスタンスを受けてショート。 このような形でよろしいかと思いますので、ちょっとね、この移動平均線と0.71の間ですね、ここのところではポジションを取らず、上側にまだキープできるとできるということであれば、しっかりと押し目でロング、そして0.71を割り込んでからレジスタンスをその下側でね受けた場合に関してはショートを取っていく、このような考え方でよろしいかと思いますので、こちらも合わせて参考にしてください。 はい、えー。以上でね、ードルベイドル、そしてドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、えー、最後に新興国通貨ですね、えー。こちらを見ていきたいと思います。はいえー、新興国通貨、まずはメキシコペソ円からでございますが、1時間足の、えー、こちらはね、約1週間の時間軸、そして冷やしチャートは約半年間の時間軸となっております。 こちら、ね、過去1週間見ていきますと順調に、ね、戻ってきている、まあ、新興国通貨の中ではメキシコペソがまあ一番まともかなと、まあ、アメリカとの経済,圏経済が非常に結びつきが強いというところが、ね、原因となっております。 そしてね、とうとう逃げ場の5.4円にタッチしましたので、まあ、このあたりで、えっと、今までね、ロング捕まっていた方ですね、5.4割り込んだ方に関しては、えー、ここのあたりで利益確定、もしくは損切りをね、確定しておいてはいかがでしょうかというところでございます。この5.4円上回ろうとしますとね、過去のこの5.4円のサポート、まあ、ダブルボトムにもなっておりますし、あと、移動平均線24もまだ上から攻めてくるということで、どうやらね、この5.4円 ぐらいが限界かなと考えておりますんでねこの辺りで逃げておいて年内はね急落しない限りはメキシコペソは中途半端な位置でロングを取る必要はないまたねこの5.1円を割り込むかどうかというところまで大きな下げがあったところでは狙っていってもよろしいかと思いますが今のターンはかなりね戻しが強いということ移動平均線まで戻ってきましたのでロングポジションをすでに持っている方が利益確定もしくは損切りでね逃げるというところポジションを とこれからの新興国通貨に関しては、ストンとね、オーバーシュート気味に落ちたところのみ拾っていくだけ。これでね、よろしいかと思いますので、安易にね、今は安値付近だからといって、ロングを組むのではなくて、しっかりとロングさんが諦めて、これは手放すね、オーバーシュート気味のところでロングを取っていく。それだけでよろしいかと思いますのでね、こちらも合わせて参考にしてください。 はいえー、以上でね、メキシコペソ園の解説を終わりまして、続いて南アフリカランド園の解説に入っていきましょう。はいえー、ランド園はペソほどね、えー、戻りは強くないということで、まあ1週間見ていただきますと、えー、高値付近まで戻ってきたんですが、冷やしチャートをご覧いただきますと、7.2円で完全にね、蓋をされてしまっているというところでございます。まあ、移動平均線もね、7.3円割ってきましたし、過去7.2円はね、サポートが1 2回,2回と入っておりますがここストンと割ってしまいましたのでこの7.2円よりか上側で捕まっているロンガーさんたちが戻ってこようとしますとかなりの圧力売り圧力をかけてくるというところになろうかと思います、まあ、そうした場合ですねこの7.2円を大幅に上回ってねボーンと上がる可能性はかなり低いかなと。 まあ頑張ってね、7.3とかはあるかもしれませんが、基本的にはこの7.2円前後でですね、今のポジションは一旦切っておいた方がよろしいんじゃないかと思います。もちろんね、えー、このトレードに関しては自己責任でございますが、あまりね、新興国通貨の状況は良くないと考えておりますので、まあこれからテーパリングや利上げが先進国の方で始まってくる。そうしますと、新興国通貨に流れる資金は多くはないと考えておりますのでね、まあそのあたりは上値が重い 展開これもねロングを取るんであれば、オーバーシュート気味に下げたときのみ、そして、えー、短期的な反発が、自立反発があったところで、えー、利益確定。そう考えたところで、今からロングを取る選択肢や、えー、こういったところでね、えーまあ、ロングを取る選択肢ですね、ここを取る必要は全くないかなと。えー、今はポジションを持っている方が利益確定を、もしくは損切りをしつつ、ですね次の下落のところでまた拾っていく。オーバーシュート、ロンガーさんたちが投げるところのみ拾っていくという考え方で。 よろしいいかと思いますね安い位置だからといって大きなロングは取ることは推奨できませんのでこちらもね最終的には皆さんのご判断だと思いますが、まあ、参考にしていただければと思います、はい、以上でね南アフリカランド円の解説を終わりまして最後にトルコリラインですねこちらを見ていきましょう はいえー、トルコリライン、まず1週間でご覧いただきまして、なんとかね、8.2円から8.15あたりでですね、反発入っておりますが、この冷やしチャートから見ますと、反発の方はビビたるものというところでございます。 え、引き続きですね、大きなオーバーシュートがあったところのみ拾っていくというところでございますが、まあこのまま行きますとね、本当南アフリカランドに追いついてしまうんじゃないかというようなね、下落でございます。トルコの方はね、為替介入を少しばかりしているという話もありますが、とてもですね、外貨準備が足りないということであまり大きな影響はないかなと。まあ一旦ね、反発する場面はあるかもしれませんが、基本的にはオーバーシュートの時のみ狙っていく。まあできればね、トルコリラは趣味程度にね、 チャーートトを見る中で本格的ななレードはね参入しなくてもよろしいいんじゃないかと考えておりますよって、あえてやるんであれば大きな急落ですね、ロンガーさんたちが損切りさせられたような下落があったところ、根を飛ぶような下落があったところのみね少しずつ拾っていって、あくまでも上昇トレンドといいますか、自立反発ですね。 それをするときに利確をする。まあ、それ以外はね手を、手を出すことは非常に難しいかなと。まあ、週足で見ていただきましても、一切ね、戻る場面が、まあ、ちょっとばかしはありますけど、今は危険な状態。そして、突き足で見ていただきましても、ずっとね、もうここ5年以上ですね、移動平均線24、2年の移動平均線を上回っていないということでございますね。まあ、無理にロングをする必要はないかと考えておりますんでね、安値付近で仕込んでおいて、スワップ金利で生活しよう というところはねかなり難易度が高い選択だと思いますので気をつけてください、はいえー、以上でね、えー、先進国通貨新興国通貨合わせて10ペア10通貨の解説を以上といたします、えー、今回もね21時から YouTube ライブをやっていきたいと思いますし、えー、皆さんのねご質問に答えるそしてトレードのおともにねラジオ代わりに聞いていただければと思いますのでよろしくお願いいたします えそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、またお時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。